アパートの隣室。もう20年以上昔の話になる。場所は仙台市の今で言う青葉区になる。高校を卒業して専門学校に通うため、家賃1万2000円の安アパートを借りた。6畳一間で、風呂なし、共同トイレの薄汚い、丸々荘という名の2階建てのアパート。玄関を開けると、共同の下駄箱があって、大家さんが監視をしているようなアパートだ。下宿みたいな感じかな。よくは覚えていないが、全部で10部屋くらいはあったと思う。俺の部屋は2階の一番奥で、トイレの脇。近くに彼女のアパートがあったんで、正直何でもよかった。だから風呂はなくても、安いこのアパートを借りた。実際には、ここには週に3日くらいしかいなかったし。住み始めて、半年が過ぎ、とても寒くなってきた頃である。隣の部屋から夜中の1時くらいになると、チーンと聞こえてくる。数珠をすり合わせるような音も聞こえるから、隣の住人が仏壇でも拝んでいるんだろうなと、初めは思っていた。でも、なんでこんな夜中に？普通は朝とかに拝むんじゃないのかな、と感じたんだけど、別に気にはしなかった。ところが、その日からアパートで寝るたび、同じ時間帯に同じような音が聞こえる。友達や彼女も聞いているから、幻聴とかではなく、確かに聞こえた。壁にコップを当てて、不定期なリズムの数珠の音も、みんなで確認して、気味悪がった。大きな音ではなく、耳を澄まさなければ聞こえないほどの音。彼女に、隣にはどんな人が住んでいるの？と聞かれたが、会ったことがなかった。ほぼ夜の時間帯しかそこにいないから、どんな人たちが住んでいるかはわからないが、トイレを利用する人がいるので、2階にも人が住んでいるのは確かだ。年末になり、正月を実家で迎えるため、大家さんに家賃を払いに行った。大家さんは、メガネをかけたおばあちゃんである。今餅を焼いているから食べていけ、と言われて、部屋にお邪魔した。大家さんに、隣の住人はどんな人なんですか？と聞いてみた。大家さんはきょとんとして、隣は空きだよ、と言う。年寄りの言うことだから、大家さんの勘違いかと思ったが、それがどうしたんだい？と聞いてきたんで、夜中に聞こえる音の話をした。大家さんの顔色が曇り、小さな声で、亡くなったか、と言った。大家さんの話では、その部屋には、訳ありの老夫婦が住んでいたらしい。訳ありというのは、籍が入っていない、別名字の二人だった。二人とも60代の人で、男性の方が病気で前の年の12月に亡くなったのだ。もちろん病院で亡くなったのだが、葬式をした様子はなく、骨壺を抱えて相手方の女性が帰ってきたらしい。それからその女性は真夜中になると、遺灰に向かって拝むようになったのだが、当時の住人から苦情が出て、大家さんはその女性に何度もやめるように頼んだそうだ。
見る影もなく、痩せ細ってしまった女性が心配で、大家さんは何かと気にかけていたらしいが、大晦日に突然、お世話になりました。お父さんが呼んでるんですよ。と言って、アパートを出て行ったそうだ。大家さんは心配で、新聞とかニュースとか、一年間ずっと気にしている状態だった。行くところがなくて戻ってきているんだね。あんたがいない間に、あの部屋、お払いしておくからね、と大家さん。年が明けて、アパートで夜中を迎えて、もうあの音は二度としなかった。このアパートは取り壊しになり、今流行りのウィークリーマンションになっている。2時14分。小学生の頃祖父が亡くなって、祖母は広い家に一人きりとなった。親族での話し合いの末、私たち家族が引っ越しをして、祖母と同居することに決まった。そこは父親の実家で、驚くほど何もない、うんざりするような田舎だった。田んぼと民家だらけで、店はない。街灯は少なく、夜は真っ暗闇。祖母の家にも以前、女性が助けてくださいと駆け込んできたことがあって、通り魔によって人が亡くなった事件もあった。要するに田舎といっても、のんびりとした田舎ではなく、物騒な土地なんだ。まだ子供であった自分自身も、その土地には嫌なものを感じていた。引っ越して間もなく、生まれて初めての金縛りに遭遇した。私たちの寝床は子供部屋ではなく、祖母の部屋の隣にある空き部屋だったのだが、一緒に寝ている姉と弟にも、隣の部屋の祖母にも、私は何も言わずにいた。それは、三日に一度くらいの頻度で起こり、怯えて床につく日が続いた。私は横を向いてしか眠れなくなっていた。仰向けで金縛りにあってしまうと、上に何かが乗ってくるのがわかるんだ。一年が過ぎた頃、祖母が突然、子供たちは別の部屋で寝るようにと言い出した。その頃、祖母と母親の折り合いが悪くなっていた。そのためなんだろう。私には優しい祖母であったが、両親と喧嘩をするときは、まるで別人だったのを思い出す。ちょうど姉が高校受験を控えていたため、これを機に、子供たちにも各自部屋が与えられた。今まで子供部屋だった部屋は、姉の部屋になり、姉は一人でそこで眠る。私と弟は、部屋に布団をしまう押し入れがないという理由から、仏間で眠ることになった。その日を境に、金縛りは毎晩となった。仏間をうろうろと歩き回って、時には添い寝までしてくるそれ。やってくるとまず、絨毯の下の畳がきちんで、紛れもなく、人が歩く時の音であった。私の背中にぴったりとくっついて、並んで寝ているそれの息遣いを後頭部に感じた。間近に向かい合って寝ている時もあって、私は必死に目を閉じていた。心の中で度胸していたら、
顔を殴られたような不思議な衝撃を受けたこともある。夏になっても全身に何かをかぶっていないと眠れなくなってしまった。すると時折、布団の端がふわりと持ち上がって、パタリと落ちることがあった。すっと体が持ち上がるような浮遊感を感じることもある。精神の限界。親に相談したが、寝床を変えてはもらえなかった。ただ、横で聞いていた姉が、青ざめた顔で私に言った。それ、2時14分じゃない?仏間の隣の個室にいた姉も、怪現象に毎晩悩まされているのだという。それは足首を掴んだり、首に手をかけたりするらしい。掴まれた感触は、朝になっても、生々しく残っている。それがいなくなった後で時計を見てみると、いつも2時14分を指していたのだそうだ。母と祖母はますます険悪になって、私たち家族は2年足らずで家を出た。祖母は10年後に他界するまで、あの家で暮らしていた。たった一人、10年もあの場所で。姉は言っていた。それは、姉の部屋を通って、仏間の方へ行っていたと。そして、姉の部屋と仏間の延長上、そこには、祖母の部屋があった。ガチャ。母の友人から聞いた話。札幌の中心部から車で1時間ほどの場所に、登別温泉などと並ぶ知名度を持つ温泉街があります。その中でも一番大きい温泉ホテルの旧館にあたる建物で起きていることだそうです。旧館とは言っても立派なもので、見かけも綺麗で、部屋もオートロック。数百人ほどは軽く泊まることができる規模の建物。そのホテルでは、部屋が満杯でないときは、5階の客室にはあまり人を泊めないことにしているそうで。旅行シーズンでもないその日は、5階には誰も泊まっている客はいなかったそうです。ホテルの新人従業員の B さんという男の人が、お客がチェックインする前のタオルなどの補充や客室のチェックをしていた時のことです。4階のチェックを終えて、6階に行くためエレベーターに乗り込みました。6階についてみると、そこは他の階よりも何か少し薄暗い。電気の設定か、電球の玉がおかしいのかな。後でフロントに報告をしておかないといけないな。そう思いながらも、部屋のチェックに向かいました。すると、どこか廊下の奥の方で、カチャ、ガッチャ、というような小さな金属音が聞こえました。B さんは、他にも誰か作業でもしているのかな?そう思いながらも、自分の仕事をするため、客室に向かって、6階用のマスターキーで鍵を開けようとしましたが、なぜかキーが回りません。おかしいな、と思って、部屋の号数を確認すると、そこには、5、バツバツと書かれていました。エレベーターのボタンを押し間違えたのかと内心で
自分の失敗に呆れながらエレベーターに戻ろうとしましたが、そこで気がつきました。5階はしばらく使う予定がないし、工事の予定なんかもないはずだから、人がいるはずがないんだよな。さっきの音は何なんだ？ B さんは不審に思って耳を澄ませてみると、先ほどの音がまだ聞こえてきます。ガチャ、カシャ。まさか、不審者でもいるんじゃないだろうな。と思った B さんは、問題の音が聞こえる廊下の奥の方に歩いていきました。廊下は相変わらず薄暗く、そのせいか空気までなんとなくよどんでいた感じがしたそうです。そんなことを考えていると、問題の音が近くなってきました。音はどうやら、三つ先の客室のノブが動いている音のようだと気がついて、中に誰か入り込んでいるのかもしれないと気持ちを引き締め、おもむろにその部屋に向かって走り出しました。しかし、そこで B さんが見たものは、自分の想像を超えるものでした。ノブは、部屋の内側からではなく、外側から回されていたのです。ドアノブを回していたのは、手でした。右の手首から、肘に向かう、5センチくらいまでの手だけがそこにあって、ドアノブを回していたんです。B さんはあまりの恐怖に声すら出せず、その場を逃げ出し、階段を駆け下りて従業員室に駆け込みました。そこには古株の従業員さんの A さんとマネージャーがいて、 B さんは自分が体験したことを震える声で話しました。 A さんとマネージャーは特に驚く様子もなく、顔を見合わせ、深いため息をつきました。A さんが、確認してきます、と一言発して部屋を出ていくと、残ったマネージャーが B さんに説明をしてくれました。あの部屋は昔、宿泊客に自殺者が出て、それ以来たびたび、様々な変なことが起こるようになったんだ。特に感情を出すわけでもなく、淡々と説明するマネージャーは、一息入れて、さらに話し出しました。他にも、あの部屋はシャワーが勝手に出たりするトラブルが続いていたんで、何回も修理を頼んだりしたんだが、何も異常はなくてな。それでも勝手に水は出る。5階の給水自体を止めた時には、さすがに水は出なかったが、そんなこんなで、普段はできるだけ5階は使わないようにしているんだ。どうにかならないものかな、と、苦笑しながらマネージャーは話してくれました。その後さらに話を聞くと、人に実害が出ることは今のところはない。部屋に向かって歩く足だけが見られたこともある。不思議と泊まり客が幽霊を見たということはない。全身を見た従業員はまだいない、ということを説明してくれました。あまりといえばあまりの内容に B さんは声も出せませんでしたが、そうこうしているうちに A さんが戻ってきて、特に異常はありませんでした。マスターキーは荷物と一緒に回収してきました、と報告しました。A さんはすでに何回も体験していて、今や特に
驚くこともなくなったと話してくれました。その後、マネージャーが5000冊を自分の財布から出して、今日はもう上がっていいから、これで何か食べて休んできなさい。そう言いました。B さんは今もこのホテルで働いているようですが、この状況は未だに解決されていないようです。この話は、この地元に住んでいる人の間では、よく知られている話ということです。もしも、この温泉街に旅行に来ることがあれば、誤解が当たった時は、部屋を変えてもらう方がいいのかもしれません。他に部屋が残っているかどうかは、定かではありませんが、一枚の絵。ちょうど2年前の今くらいの時期の話です。久しぶりに友人と飲もうということになって、早速酒やつまみを買い込んで、その友人の家に車で遊びに行きました。友人は実家住まい。2階の部屋の一室が彼の部屋。もう一部屋は弟の部屋だったはずです。でもその弟がどうやら留守のようなので、気になってふと聞いてみました。そういえば弟さんは？ああ、そのことなんだけどさ。少し言葉を濁している感じだったんで、余計に気になってさらに聞いてみました。え、なんかあったの？それがさ、なんか行方不明なんだよ。半年くらい前から。酒を飲みながら、彼は弟について語り始めた。彼の話によると、半年くらい前、急に弟が消息不明になったとのこと。しかも財布や携帯電話など、身の回りのものはすべて置いたまま。衣服に小銭が入っていたかは定かではないが、ちょっとその辺のコンビニでも行くみたいなラフな格好だったらしい。一応警察も弟の知人関係に事情を聞いて回ったらしいんだけど、特に気になることも何一つなかったそうで、知人関係でトラブルがあったわけでもなく、それどころか大学3年生ですでに企業への内定も決定していたとのこと。とても何か悩みがあったようにも見えない。謎だらけ。私は単純に3つの可能性を考えました。何らかの事件に巻き込まれてしまった可能性。付き合ってる女性か何かがいて、その女性の家に居候をしている可能性。突発的に何もかもが嫌になって、故意的に失踪をした可能性。逆に言えば、このくらいしか考えつきませんでした。そのことを彼にも話してみましたが、彼もまた私と同様の可能性を示唆していて、やはり状況からは、事件に巻き込まれた可能性が高いのではないかと言っていました。警察も事件性が認められれば本格的に捜査するらしいんですけど、この場合は何らかのトラブルの形跡もなかったため、知人関係に事情を聞くだけで終わってしまったようです。そのことについていろいろと話しているうちに、私は悪いとは思ったんですけど、酔いもだいぶ回っていたこともあり、変な好奇心が湧いてしまいました。そういえばさ、弟さんの部屋って今もそのまま？ああ、
あの時のままだけど。ちょっとさ、見てみてもいいかな。え、まあ、いいけどさ。友人は、なんで?という感じで首をかしげていましたが、一応承諾してくれました。もちろん一緒に入るという条件で。入ってみると、男にしては小綺麗に整理された部屋でした。パイプベッドの横には、10キロぐらいのベンチプレス。机の上には、奥に辞書などが綺麗に並んでいて、携帯電話と財布が置いてあります。棚には、少年雑誌系の漫画の単行本が、ずらっと並べられていました。ざっと見、特に気になるところはありません。ただ一点を除いては。気になったのは、壁にかけてあった絵です。普通、このくらいの年頃の男が、好んでおくような絵には、とても見えませんでした。芸術を志しているのなら、まだわかりますが、彼にはそうした趣味は一切なかったそうです。絵画については私も全然知識はないんですけど、有名どころで言うと、シャガールみたいな感じの絵がポツンと一つ飾ってありました。壁の真ん中に。その光景がなんだか異様で、薄気味悪く感じました。女性が真ん中に描かれているんですけど、その顔がなんだか変に歪んでいるように見えます。こういった絵なのかもしれませんけど、友人にこの絵について尋ねてみました。この絵ってさ、ああ、この絵。そういえばさ、いつの間にか飾ってあったんだよな。俺もあいつがいなくなってから初めて気がついたよ。普段は部屋に入ることもないしな。え?前からあったんじゃないんだ。ああ、なんかさ、誰かからもらったとこじゃないかな、多分。あいつが絵に興味があるとも思えないし。それから友人の部屋に戻って、結局、その話のことは忘れて、バカ話をしながら酒を飲み続け、その晩は友人の部屋に泊まることになりました。お互い次の日は仕事も休みだったんで、午前4時くらいまで飲んでいたと思います。目が覚めたのは午後1時過ぎ。友人はまだ寝ていたんで、起こさないようにトイレに立ちました。トイレに入りながら、ふと昨日の話を思い出しました。そういえば、あの絵も結局謎だったな。どんな絵なのか、写メでも撮っておいて、後で調べてみようか。そう思って、友人の弟の部屋のノブに手をかけました。ガチャガチャ。あれ?鍵なんてないはずなのに、ドアノブが固定されていて回りません。ノブには鍵穴もないし、そうなると内側から鍵がかかっているとしか思えません。おかしいと思いながら、何度も回そうと試みましたが、やはり開きませんでした。仕方がないので、諦めて友人の部屋に戻ったんですけど、なんだか友人が寝言を言っています。やばいよ。戻れなくなる。やばい。戻れなくなる。ところどころ聞き取れませんでしたが、やばいと、戻れなくなる
この2点だけは聞き取ることができました。それが何を示しているのかはわかりませんでしたが、その後友人も起きたので、私は、じゃあまたな、と友人の家を後にしました。それから2ヶ月くらい経ったある時、その友人から再び連絡がありました。うまい焼き鳥屋があるからそこで飲もうぜ、とのこと。焼き鳥屋に着くと、早速飲み始めて、たわいもない話で盛り上がっていました。私は前回のことが気になったんで、ちょっと友人にそのことを聞いてみました。そういえばさ、ほらこないだ、お前家に行った時さ、ああ、あん時か。そう、あん時さ、ほら、弟さんの部屋に絵があったじゃん。は？え？部屋？っていうか、お前、弟の部屋なんて入ったっけ？え、何言ってんの？一緒に入ったじゃん。お前こそ何言ってんだよ。酔っ払ってんのか？あの時のことは、どう考えても夢だとは思えません。この後友人が一言付け加えました。そもそもさ、弟の部屋に絵なんてないけど。しばらく唖然としましたが、私はもうその話については言及しませんでした。現在もまだ、その弟さんは見つかってはいないらしいですが、今でも私とその友人は、たまに会っては酒を飲み交わす、飲み友達です。酒柱。仲良うせんとあかんかった。これが祖母の臨終の時の言葉でした。今から20年も前の話になります。当時の私の家は、父、母、兄と私の4人で住んでいました。裕福ではありませんでしたが、家族仲のいい、どこにでもあるような平凡な家庭だったと記憶しています。ただ一つ違ったものといえば、少し古いけど、私たち家族4人が一緒に寝れるほど大きなベッドがあったことくらいでしょうか。私と父と母の3人でベッドに寝て、小学校高学年だった兄は一人布団で寝るようになっていたんですけど、その日の夜は雨がひどく地震もあったためか、兄もベッドに入ってきて、しばらくぶりに家族全員で寝ることになりました。心地よくまどろんでいた私は、奇妙な音で目を覚ましました。ずー、ずるずる。ふー、ずる、ずる。雨の音とは違う、何かを引きずっているような音が、家の外から聞こえてきます。怖がりだった私は、どうにか震えを抑えながら、隣に寝ていた母を起こそうとしましたが、母は目を覚ましません。泣きそうになる私の声に反応したのは、母を挟んで向こう側に寝ていた兄でした。ふぅ、ずるずる。あの奇妙な音はまだ聞こえています。兄もその音に気がついたのでしょう。音が聞こえる方角が気になるらしく、視線を私と窓の方を交互に泳がせていました。
一旦気になってしまうと、どうしてもそこを見てしまいたくなりますよね。何もない、ということを確認したくて。結果、見てしまいました。窓には何も見えなかったんですけど、安心して視線を下げたところに、奇妙に膨らんだ塊がゆらゆらしていました。紫がかったそれの上の方には、墨でも塗ったように黒く、歪んだように、目、鼻、口の部分がついていました。ふぅ、ずるずる。それがこちらに向かって、ゆっくりと這いずりながら移動してきたんです。うわぁ、もう音は聞こえませんでした。私たち兄弟の、怖さのあまり、叫び続ける自分たちの金切り声しか耳に入らなくなって、どこか遠くから聞こえるような自分たちの声はやがて、兄の叫び声だけを耳に残して、意識ともども赤黒い光に落ちていきました。意識が戻ると、祖母と親戚数人、そして知らないおじさんが私たちのことを覗き込んでいました。よかったな、君は。助かったな。いつの間にか、ベッドには米や榊、酒の入った樽が置かれていて、なんでベッドにこんなものがあるんだろうと、ただ不思議に思っていると、横で寝かされていた兄も意識が戻ったようでした。すまんの、すまんの。私の時は特に何も反応を示さなかった祖母が、兄の時だけ心配そうに手を握って言っていたのが印象的でした。二人で両親に夜中に見たもののことを話しましたが、一生に伏されました。兄弟二人、高熱にうなされていたらしく、幻覚でも見たんだろうと、意識を失ってからすでに三日が経っていました。その後、お互いふと思い出したように、その時の話をしていたんですけど、数年を待たずして、兄はその時のことを完全に忘れてしまいました。忘れる数週間前にも話題にした時ははっきり覚えていたのに、その記憶がぽっかり抜け落ちたようで、何か記憶のボタンをかけ間違ったような、奇妙な気持ち悪さが残りました。その時以来、私たち兄弟は不仲になっていきました。口論になると小づく程度だったんですけど、顔を殴られるようになったりとエスカレートしていきました。シャワーが熱湯になっていたり、包丁を持ち出された時は殺されるかと思ったほどです。今までの友人や親、他人などには変わりありません。私にだけそうなってしまったんです。今思うと、あの時祖母が兄に取った態度は何か変だった。大丈夫かではなく、すまないと。心配というよりも、謝罪のような言葉をかけていたのもおかしい。そもそも、兄に向かって言ってはいたが、兄自身にかけた言葉ではなく、それ以外の誰かに向けて言っていたのではないか。疎遠になっていたあの時の親戚に会う機会があって、少しだけ
事情を聞くことができました。あの日の雨で緩んだ土地に地震が重なってしまって、無縁仏の墓が崩れたのだと。そこに供養されていたのは、祖母の兄だか弟だかなんだと。なぜ一族の者がそんなところに埋葬されていたのかは、祖母が他界した今となっては、もう誰にもわからないそうです。私は家を離れましたが、今でも夢に思うことがあります。ふぅ、ずるずる。私に対してだけ変わってしまった兄が、私に対し向かってくるとき、ずるずる。ずるずる。と、かすかに聞こえていた、あの忌まわしい音を。墓の中の家。私が生まれ育った実家は、お墓の中にありました。とは言っても、お寺さんではありません。私の実家は、玄関に入ると中央に廊下があって、左右に部屋が並んでいます。玄関から見て右手、建物の北側が墓地であり、一番奥の部屋が当時の私の部屋です。窓の外には、無縁仏の放置された墓石がゴロゴロしており、窓から手を伸ばせば、それに触れることができました。庭の造成でユンボが入って、庭を掘り起こしたとき、数々の墓石が出てきたこともありました。またある日、飼い犬が骨を掘り当て、それが人骨のように大きかったんで、お寺の住職にそれを見せたところ、紛れもない人骨。警察も介入してきました。骨はその昔、この地に土葬された方のものだったらしく、事件性はありませんでした。しかしながら私の家族は、そこに家を建ててからというもの、数々の事件や事故に見舞われました。今現在私の家族はバラバラに生活しています。前置きが長くなりましたが、これは私の家族が皆で生活していた時に起きた不思議な体験です。私が中学に入学して間もない頃、弟が自宅前の路上で交通事故に遭いました。その2年前にも私自身が交通事故に遭っていて、生死をさまよったことがあるため、両親はことのほか心配して、その日は付きっきりになったんです。そして私は、妹の面倒を見るようにと言われ、自宅で帰りを待っていました。帰ってきた妹を早々に寝かしつけ、自分の部屋で漫画本を読んでいると、異常なまでの眠気に襲われ、そのまま眠ってしまったんです。どのくらい眠ったでしょうか。気がついて起きてみると、時計の針は午前2時を回っていました。両親の部屋を覗いてみましたが、誰もいません。まだ帰ってきていないんだ。弟は大丈夫かな。そう思って部屋に戻り、汗ばんだ服を脱いで T シャツに着替えてトイレに行きました。先にも話した通り、私の実家は建物の中央に廊下があります。トイレは玄関の横、北東の位置にあって、窓からはやはりお墓が見えます。廊下を歩いていくと、
後ろで誰かが横切った感覚にとらわれました。振り返ってみましたが、誰もいません。さっさと用を足して部屋に戻りましたが、誰かが家の中にいるような気配です。少し怖くなった私は、部屋の電気を消して、布団の中に潜り込みました。するといきなり、明かりがついたような感じが。え?と思って、布団から顔を出すと真っ暗。その直後、体が硬直して動かなくなったんです。金縛りだ。焦ってもがきましたが、体は全然動かせません。わずかに目が動かせるだけ。いつの間にか私の部屋の北側の窓の前に男の人が立っていました。軍服姿で腰には刀を刺していました。怖いながらも見ると、その男の人の顔には見覚えがなく、その眼球全体が褐色かかっていて、顔の色は血の気がなく、青っぽいネズミ色をしていました。唇の色と肌の色とは同じ。シワの一本一本が深く多かったことを覚えています。じっとこちらを見るその男の人には腕がなく、下半身もおぼろでわかりません。ただ、その褐色の眼球だけがとても印象的でした。男の人は何も喋らず、こちらを見ていただけでしたが、しばらくして音もなく、私の足元まで近づいてきたのです。助けて、お父さん、お母さん。何度も叫ぼうとしましたが、声を出すことができません。そのうちどこからともなく、ここに住むな。人形が邪魔だ。そう声が聞こえてきました。男の人の口は動いているのですが、声は別のところから聞こえてきます。また、ここに住むな。人形が邪魔だ。そう繰り返し聞こえる。その声とは別の違う声も聞こえてきました。明らかに女の人と思われる声。その声は男の人の左側にある部屋の隅から聞こえてきます。あまりにも小さい声でしたので、何を言っているかは聞き取れなかったんですけど、その声が聞こえた途端、私のまぶたは動くようになって、体も動かすことができるようになったんで、急いで布団をかぶりました。男の人は、まだいるんだろうか。震えが止まらず、怖くて怖くて、布団から顔を出せません。どのくらい経ったでしょうか。玄関を開ける音がして、両親が帰ってきました。私は一目散に布団から飛び出して、さっきまで男の人が立っていた場所を見ないようにし、明かりがついている玄関に走りました。そして両親に先ほど起きたことを話すと、笑い飛ばすどころか、みるみる顔が青ざめていきました。今思えば、両親も私と同じ経験をしていたのかもしれません。人形といえば、と、母が寝室の奥から古い木箱を持ってきて、私に見せてくれました。箱の中には古い日本人形が入っていて、母が自分の祖母からいただいたものだったそうです。
そんな人形があることも知らなかった私は、さっきの男の人の言葉を思い出して、また恐ろしくなりました。しかし祖母が亡くなる間際、母にこの人形が家族を守ってくれる、そういう話をしたと聞いて、恐怖感も消えて落ち着くことができました。弟も大事に至らずに済んだという話もその場で聞きました。人形が私たち家族を守ってくれたのでしょうか。その夜私は母からその人形を借りて枕元に置いて眠りました。高校を卒業して家を出た私は、それ以降は不思議なことは起きていませんが、知り合った霊感のあるという知人に、あなたの家には守り人形がいる、そう言われたことがあります。両親や邸前には、その後もいろいろと災難や事故などがあったんですが、すべて大事には至らなかったです。今現在は、その土地に実家はありません。時折田舎に戻ると、実家のあった前を通ることがあります。そんな時、あの日の出来事が、はっきりと思い出されるのです。今日はいないのか。僕は風邪をひいて学校を3日ほど休んでいた。両親は共働き、祖父母は出かけていて、僕は薬を飲んで2階にある部屋で寝続けていた。しかし3日も寝ていると、寝るということがどれだけ貴重かもわからない子供には暇でしかなくなってくる。ちょうどドラえもんのビデオを見ていたせいか、子供だったら一度は思うであろう。押し入れの中で寝てみたいという願望に従って押し入れに入ってみた。押し入れは光が一切入ってこずに真っ暗だったが、懐中電灯を持って入ったので子供心にそこそこ楽しかった。どのくらい時間が経ったか、開花で玄関の開く音がして誰かが家の中に入ってきた。3日前から昼時になると昼休みになった母親が様子を見に来てくれていたので今日もそれだと思った。2階に上がってきて自分が部屋にいなかったら驚くと思って押し入れに隠れ続けた。そうして階段を上がる音がしたあたりで少しおかしいと思った。あからさまにいつもと音が違ったからだ。部屋の戸が開く音がしてしばらく。今日はいないのか。それは見知らぬ男の声。亡霊に通じた電話番号。今回は私の友人が実際に体験した電話に関する怖い話をします。皆さんは今まで自分以外誰もいない自分の家に自分から電話をかけると誰が出るんだろう、そう思ったことはありませんか。まあ電話をかけてもお話し中になるに決まっているじゃないか、くだらない質問だなと皆さんお思いになるでしょう。ではあるはずがない、存在しないはずの、かけても絶対に番号が間違っていると言われる、そんな電話番号にかけて
本当に電話が通じたら皆さんはどうしますか？僕が中学生だった頃、同級生の友達は皆この疑問の答えを見つけようと電話をいたずらにかけたそうなんですけど、皆電話番号が間違っていると言われ、結局こんなことは考えるまでもない、くだらないからやめにしようという結論になりました。しかし電話をかけた友人の中に一人だけ例外がいたんです。今回はこの友人が体験した怖い体験談です。その友人、仮に Y さんとします。 Y さんはいつものように電話をかけまくっていたそうです。しかし当然のことながら、かけた電話、みんな番号が間違っていると言われて終わってしまったそうです。 Y もだんだんバカバカしくなってきて、こんなことをやっても電話代の無駄だ、そう思ってきたらしく、最後に一回だけかけてもう終わろうと思ったそうです。そうしたら電話が通じてしまったんだそうです。電話に出た人は若い女性のようでした。電話のやりとりは以下の通り。はい、〇〇ですが、どちら様ですか？あ、すいません、間違えました。かけ直します。ちょっと待って。まだ切らないで。え？僕に何かご用でも終わりですか？失礼ですけど、どこかでお会いしましたっけ？今、どこから電話かけてるの？ねえ、今どこから電話かけてるのよ。教えてよ。ねえ。今、僕の自宅からですけれど。そう、わかったわ。それじゃあ、今からそっちに行くから待っててね。女性はそう言って電話を切ったそうです。Y はびっくりして受話器を置きました。すると、お、またせ。いきなり会ったこともない女性が Y の隣に座っていて、にんまりと微笑んだそうです。Y はあまりのショックで気を失ってしまって、両親が自宅に帰ってくるまでその場に倒れていたようです。私たちは翌朝、Y からこの話を聞いてびっくりしました。そしてそのうちの一人が、じゃあ、今日学校が終わったら Y の家に行って、もう一度その電話番号にかけてみようぜ。そう言い出したのです。私たちはこの時は怖いものを見たさで、皆この意見に賛成しました。そして学校が終わった後、みんなで Y の家でその電話番号にかけてみました。しかし電話が通じません。何度かけてみても、間違い電話だと言うばかりで、電話は通じないんです。最初はみんな、Y が嘘を言っているのではないか、と思いました。でもすぐに僕たちには、Y が嘘を言っているようには思えなくなりました。なぜなら、Y の家の電話のそばには、女性のものと思われる、長い髪がちらほら落ちていました。そんな長い髪をしている人は Y の家族にはいないんです。それきりその遊びはもうしていません。だって本当に電話が通じたらやっぱり怖いですから。